はい、インタビューです、キャノンマーケティングジャパンの、松坂さんです。どうもこんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。本日の、イベント出展の経緯、はい、はい、お願いします、はい。当社はですね、元はキャノンの営業部門が独立したできた会社なんですけども、もう1968年からかなり長い年月を経ています。ただ2006年ですね、社名をキャノン販売から、キャノンマーケティングジャパンに変更いたしました。キャノンまだまだその認知が、新しい社名の認知がなかなか個人投資家の皆様にですね、行き渡っておりませんので、そこら辺を、浸透させるためにも今回出展をいたしました。なるほど、はい。事業の概要などちょっと聞かせていただけたらと思います。はいはい。事業はですね、まず一番大きい比率が、法人向けのビジネスですね。従来からあるキャノン製の複合機ですとかプリンターのその販売サービスがあります。それから最近2000年以降 M&M を行いながらですね、積極展開をしておりますけども、ソフトウェア開発ですとかシステム構築 IT ソリューション、この分野が全体の 20% ぐらいですね。それからおなじみのデジタルカメラですとか、インクジェットプリンター、そういった工数巻きは約 35%、大体そんな構成になっております。はいはい。個人投資家の方々に、はい、一番伝えたいポイントっていうのはどの辺でしょうか。はい、私どもはですね、キャノングループの中で日本国内 の、 そのマーケティング販売サービスを担当しています。したがってその日本 の、 その GDP の成長率を考えたときに、日本国内だけ の、 そのマーケットですなかなかその大きな成長って見込めないとも思われます。でそこで我々はですね、先ほど申し上げたそのキャノン製品の販売サービスだけではなくて IT ソリューション、システム開発ですとかソフトウェア開発ですとか、そういったビジネスを今非常に積極的に展開をし始めて、それをですね、我々のキャノン製品の販売サービスに次のなるですね、大きな柱にしようとしてやっています。ですからキャノングループの中でも、新しい価値を生むんだ、国内で生むんだということで今、取り組みを進めていると思います。はい。キャノンマーケティングジャパンはですね、2006年に社名を変更いたしました。元はキャノン販売でございますけれども、先ほど申し上げました通り新しい事業として IT ソリューションを中心にいろいろお客様に直接ですね、いろんな新しいサービス、新しいソリューションを提供しよう、そんな取り組みをしております。キャノンの強い製品群とそういった新しいサービス、ソリューションでですね、次なる発展を目指してまいりますので、ぜひ、ご支援のほどよろしくお願いします。どうも今日はありがとうございました。